こんにちは、室谷ヤユです。将棋入門13のマナーとポイント。今回は駒は進化する、成り駒を作ろうというテーマで皆さんと楽しく勉強したいと思います。それでは始めましょう。皆さん、駒には 裏に文字が書いてあるのが知っていましたか？飛車ですと裏に何か文字が書いてありますね。はい。このように駒には裏に文字があるものとないもの2つありますね。例えば飛車。これは裏にひっくり返りますとこんなちょっと難しいですね。龍と読むんですけど龍になりますね。どうやったらなれるかと言いますと。 飛車がこの三行目ですね三段目に以上に上に行くと駒はひっくり返ることができます二段目でも同じですねひっくり返ることができますはいひっくり返るとどうなるかというのを説明しますと飛車はどう動きましたか飛車は 横と縦動きましたねこれが龍という駒に変化しますそうしますと飛車の動きそれに王様の動きも一緒にします。ですのでこれですと16箇所。 と、さらに。この四箇所も動けますので。二十箇所動けることになります。強い駒になりますよね。はい、ここですと。横と。ここと。さてと、さらに、この。周り。全部動くことができます。飛車は。ひっくり返ると。 龍というコマになります覚えてくださいね続いてこのコマですね角この角もこの三段目以上に入りますとひっくり返りますさてこれは何と読みますかこれは馬ですね馬になるとどういった動きをするか まず角はですね斜め全部いきましたねこれが馬になるとそうですね斜めそれとこの周りですねまた王様の動きもしますですのでこの場合もすごくたくさん動けるようになります 続いて金ですはい金が三段目以上に入りますとひっくり返るとあれこれは書いてないですねはいそうなんですこれは書き忘れではありませんよ金には裏はないんですこれはまた後で説明しますね続いて銀ですね はい、銀は三段目以上でひっくり返りますとなり銀、はい、なり銀になります銀がなるのでなり銀ですねはい、これの動きはですね銀は先ほどは前三つと斜め、二つでしたねこれがなりますと 実はこの金の動きをします金の動き覚えてますかですので成り銀は前三つと左右そしてこの下金と同じ動きをします続いて桂馬ですね桂馬も三段目以上に入りますと なることができますなりけーと読みますねはい、これもなりぎんと同じですね最初は Y の字に動きましたねですがこれがひっくり返りますとまた同じく金と同じ動きをしますですので前3つと横と下に動くことができます、はい、同じように 強者も同じですね強者も三段目以上に入りますとなることができますこのなり強も金と同じ動きをしますので前三つと横と下に動くことができます最後にこれですね歩です歩はどう動きましたか歩は一つでしたよねただ 三段目以上になると、これも進化します。なりふ、ではありません。これは、とと書いて、と金と言います。と金、ということは、そうなんですよ。これが、金と、同じ動きをしますね。ですので、先ほどまでは。一つしか、動けませんでした。ただ、これが、ひっくり返ると。前三つ。 横と下全部で6箇所動けるようになるんですねはい、駒が鳴るとたくさん動けるようになって強くなりますただ気をつけていただきたいのがこの桂馬という駒そしてこの強射そしてこの歩この3つは絶対にならないといけないという場所があります実は コマというのは3段目以上に入ると必ずならないといけないということはないんです例えば桂馬をポンと3段目以上に跳ねても絶対にならないといけないということはありません別にならなくても大丈夫なんですねはい。ただ桂馬は2段目以上に行きますと今度は 次がないですね。いけないですね。ですので、桂馬は2段目以上に行きますと、必ず鳴ってください。強者も同じですね。2段目までは鳴らなくても鳴ってもどちらでも大丈夫ですが、1段目以降は必ず鳴るようにしてください。はい、歩も同じですね。2段目までは鳴らなくても鳴っても大丈夫ですが、1段目に入ると必ず鳴ってください。 大丈夫ですか?。さて、問題です。それでは桂馬がここにいました。飛車がいまして。角がいました。桂馬は。ここと。ここに行けます。今。ここに行きたいのですが。ならない方がいいのか。なった方がいいのか。さて、わかりますか?。実は。 この場合は、な,らない,方がいいいがんです。なった方が行き場所はたくさんありますがならない方が次は角と飛車どちらか取ることができますね。ということで今回は「駒は進化する」「鳴り駒を作ろう」というテーマで解説しました。今回のポイントは2つ。なる、るららずを見分けられること。そしてなった駒の強さを知っていくこと。 ここがポイントになってきます忘れないでねさて次回は反則の種類と小物の並べ方を覚えようというテーマで皆さんと勉強していこうと思います次回もお楽しみに